こんばんは。こんばんは。ただいまです。ウドムさん、1600日おめたわ。ありがとうございます。タイピーエンさん、ありがとうございます。ヤスルパンさん、ありがとうございます。1600日タワー、ミキヤくん、あ、ミキヤくん、2日連続じゃん。ありがとうございます。タワー。おはようございます。テロップしようと1600日、コナンさんギフトありがとうございます。たかしさん、明石の金じいさん、こじこじさん、ありがとうございます。ひとしさん、ミラクールさん、つばさほしさん、くまさん、どんちゃん、ありがとうございます。そうです、記念日です。1600日記念日です。1600日記念日です。はるさん、1600日おめ、ありがとうございます。お、かわらそば美味しかった？食べた？私も食べたよ。なんかつけたいな、部屋大きいな、これは。でもちょうど家着きました。同じくらいだね。なんかないかな。最寄りに着きました。ケンケンパーさん、1600日おめ、ありがとうございます。ちょっとなんか見てこよう。一瞬離れます。じゃあ背中が、ちょっと帰ってきました。タワーが増えてる。うどむさん、タワーありがとうございます。2本目。たけるくん、ありがとうございます。1600日タワーありがとうございます。タイピーエンさんもありがとうございます。タワーを、ちょっと充電しとこう。最後に一曲歌えるように。そう、1600日一番乗りです。よいしょ。山口お疲れ様でした。ありがとうございました。1600日すごいでしょ。たけるくん、当たり。ありがとうございます。当たるんかい。猫。みきやくん、当たり。ありがとうございます。うどむさん。あー、外れ。スルパンさん、外れ。
ありがとうございます、猫ギフトも。ね、記念日だからめっちゃ当たるんかと思った。2回連続で当たりなんてないから。当たり。全然外れた。そしたら。帰りのバスはさすがに静かでしたかって。私は静かでしたよ。帰りのバスでも、帰りのバスとかも楽しいよね。寝てないんですよ。そう、帰りのバスとかも楽しい。行き帰りのバスとかも好きですよ。なっちゃんはね、山口に置いて帰ったんで近くにいないですよ。タワーの俺書きながら、そう、寝てるメンバーもいるけど寝てないメンバーもいて、あ、リコチはし、あ、リコチ静かだったっていうか、いたかな。もやしものさん1600日おめ、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。ね、置いて帰ったかな、どうだろう。いや、リコチが静かなことはないから多分いなかったんだろうな。そんな気するわ。こんばんは。山口めっちゃ近かったな。でも一瞬で帰れた。バスの中で話、バスでうるさいのは池田さんですね。何人タワーくれたっけ。5人5人か。ラスタイムさん、ありがとうございます。ケンさん、ありがとうございます。ワイ何色かなって、渋い色しかないですからね、これ。渋い色しかないんで。あ、服部さん、タワーありがとうございます。服部さん、渋めの色しかないんでね、ちょっと。伊豆田さん1600日おめ、ありがとうございます。帰ってきました、早っ。山口県に来てくれてありがとう。こちらこそ見に来てくれてありがとうございました。超久しぶり。感じかな。1、2、3、6枚。フグ顔は私できないから。あ、徳山駅の近くの部屋ね。なるほど、帰りましたってね。家じゃないよね、さすがに。1600日記念日おめでとう、ありがとうございます。こんばんは。ゆきりかがいい女すぎて、まゆ、すみゃーん。
ってきたら車が濡れてた。あら。ロボリンさん1600日おめありがとうございます。雨マジ？へえ、広島はね今降ってないわ。そうなんだ。こっちって山口？山口？今広島は降ってない。わかんないな。車で帰ってきたけん。でもさっきコンビニ行ったけど降ってなかったんで降ってないです。歩いてコンビニ行ってきたんでそう、でも濡れてないでしょ。降ってなかったです。マジで降ってない。で、ホゲナさん1600日おめありがとうございます。1600日おめ。目かゆ。初めてのショールームはいつなんですかって。初めてのショールームは1600日前です。数えてみてください。服部さんありがとう、ギフトありがとうございます。なるほどって。ヨッシーさんありがとうございます。12月くらいですよ、初めてのショールーム。アリちゃんに続いて2位って。そうかもね、そうかもね。2000回目指してほしい。でも2000回目指してるけどね。2000回、あ、2000日、1600日。1600日は長かったですかって。長かったです。長かった。1600日は長かったけど、まあ、ショールーム自体、なんかショールームは1日のちょっとだから、そんなそんなに生活にあれではないけど、大阪さん1600日おめありがとうございます。福山のあきさんありがとうございます。2000日は意外とすぐ来そう。そうかな。でもあと1年もない。あるか、400あるんか。1年はあるわ。1年あるじゃん。
じゃん。1年は長い。1歳年取るから。そわそわなんちゃらさん、ありがとうございます。ユンさん、ありがとうございます。1600日おめ。秀幸さん、ありがとうございます。1年で人生がラッと変わるかもしれん。そうだよ。9月だったっけ2020って。なんか毎回ちゃんかなんか数えても忘れるわ。2000日はショールームさんで配信しなきゃ。1000日の時みたいに。アバターいつ来るんだろう。待ってる。誕生日ぐらいから9月だったっけ。2024年の9月19日。チケット使わずに。そうなんだよね。寺脇さん、1600日おめ、ありがとうございます。まずうどむさんから壇上順で書きますので、うどむさん、タワーありがとうございました。ダブル。ありがとうございます。ポン太郎さん、1600日おめ、ありがとうございます。私のでもいけそう。思った、どっちにするか迷ったけど、バカにしといた。ありがとうございます。広島に帰宅しました。おかえり。続いてはタイピーエン書きます。お疲れ様です。意外と近かった。最寄り駅に着きました。お疲れ様です。山口は近場です。そう、今日は編み込みたらしです。なんか髪の毛があった方がいいなと思って、今日はあげなかった。タワー禁止されてるので、メンゴって。何書こうかな。髪の毛あった方がいいでしょ。あった方がいいかなと思った髪の毛。今
今日は髪の毛ありにしました。助かりますって。今日はね、今日もでも配信なかったもんね、山口。今日は日替わりブロックはシンドバッドと何入れたでしょうか。ちゃんと見てるかクイズ。シンドバッドも言うんじゃなかったな。シンドバッドも当ててもらったらよかった。シンドバッドが一番わからなそうだもんね。一番難しい答えを言ってしまったわ。そう、自然淘汰主義。今日カメコしたかった。確かに間違いない。夏好き。取りやすい。取りやすいっていう。めっちゃ出てる。でも愛媛以外はこんぐらい出てるんですよ。3とか4とか10中愛媛だけ1だから、だいたいでも1人1曲は出れるんですよ。2とか平均で2、3とか4とかになったら多い。5月19、だいたい2とか3とか。マオさん1600日おめありがとうございます。自然淘汰でも昨日もやったよね。昨日だったっけ、一昨日だったっけ。1600日、なんで愛媛の時は少なかったんだろうって。ガチャだからですよ。あの愛媛の時は劇団ソロ曲とか、あの 2.5 課の曲とか、ドラフトさんの曲とかがあって少なかったんですよね。みんな一曲の人めっちゃおったもん。え、もう暗闇だけみたいな楽屋にいたから、そういうね、少人数がいっぱいあったんですよ。10曲中4曲とか、そう。もう暗闇終わった、1曲目暗闇で、暗闇終わった瞬間にみんな楽屋いたもん、ほぼ、結構。そう。で、霧の森大福食べたら歯が緑になって歯磨きしました、急いで。暇だったから、霧の森大福食べたら歯が緑になって歯磨きした。やばいって。バレるって思って。お刺身食べる。そう、ちょっと時間があるんでね、ちょっとパクッと。昼の上の衣服着てるってなって冷たかったから、冷たいうちにと思って食べたらめっちゃ緑になったんですよ。でも全然時間あったから歯磨きした。そうなんですよ。霧の森。みんな緑ならそういうものかと思いますって。どういうこと？あ、アイドルの歯は緑なのかってこと？
ね、差し入れ結構すごいんですよね、ツアーの。はい、タイピーエンさん、ありがとうございます。タワータイピーエンさん、しかもダブル。ありがとうございます。あと400日。そうだよ、私はいない気がするんだよね。あ、私がじゃなくてよ、私はあなたが、そういない気がするっていうことです。400日後。ありがとうございます。まあここでね、約束したのでね、絶対来てもらわないとね。でも1年って長いからね。そりゃあね、そう、あなた、あなたです。まあその時に通ってなくても2000日には来てもらわないとね。意外と覚えてるからね。次はヤスルパさんか。反省しますって。1年見続けるって大変だからね、普通に。だからまあ全然、まあその時に来てなくてもなんか理解はできる。まあねーってなるけど。安っ。ルパン。三。1700と1800と1900がある。そうだね。でもあと言うて記念日3回か4回じゃん。2000日まで3回、少ないね。そう思ったら2000日配信までの記念日あと3回です。もう1500日ぐらい。あ、10時配信。最近バラバラだからね。毎月記念日作りましょうって。いや、記念日はそんなにいらないんですよ。たまに来るからいいんですよ。3回でちょうどいい。3ヶ月に1回。たっちゃん1600日おめ、ありがとうございます。あんまり記念日がありすぎたらね、記念日が大切じゃなくなってしまう。そう、100日ですからね。100日って長いですからね。誕生日が2回。誕生日私2回あったっけ。いい奥さんになりそう。本当
クリスマスは記念日ではない。そういうことか、誕生日が2回ってそういうことか、お互いのか。なるほどね、理解。自分自身のも入れとんか、ちゃんと。すごいね、ふっくらごはんさん、タワーありがとうございます。ふっくらごはんさんありがとうございます。大熊猫さんありがとうございます。おめでとうございます、ありがとうございます。おめえって。でも誕生日前にあるのちょっと嫌だけどね。誕生日がなんか薄れる。生誕四国ではないと思うな。お腹鳴る。四国がいい？わかるよ。それはわかるけどさ、むずいじゃん。むずいじゃん。小豆島やりたい。四国全然ないし、ユニット公演がないんですよね、そもそも。どこのユニットも。そう、ハノダレは結構あるんですけどね。人手不足。はい、エスルパンさんかけました、3人目ありがとうございます。エスルパンさん、ありがとうございます。似顔絵ですかって違います。松葉みかん、似顔絵じゃないよこれ。似顔絵にしよう。似顔絵じゃないよ。次はたけるくんか。似てた？嘘。眼鏡かけたらずれた、眼鏡が。似てねえよ。ずらしよう。似てねえよって。こんばんは。はい、次行く。次はたけるくん。
ライブに行ってきました。よかったです。コロンさん、アイスありがとうございます。この流れの前気まずい。似顔絵風キャラクターにしてあげようか。こんばんは。似合う似合う。こんばんは。似顔絵風ですからね。風キャラクターですからね。似顔絵風キャラクターですからね。よし、完成。早いやろ。あとは文章。サイズさん、1600日おめ。ありがとうございます。岩ちゃん、ありがとうございます。残り20分ぐらいになったらカラオケしようと。絵上手？そんなことないんですけどね。絵上手ってあんま言われたことなかったけど。見ながら描くの得意なんですけどね。タワーの絵とか。見せるとき行くよって言ってください。え？なんで？他の配信と二窓してるから気づけるようにってこと？どういうこと？何かここかな。時間期限過ぎてる。ああ、推しは若いからこの時間配信できないってこと。そういうことか。なるほどね。あ、文章も変なところで消えるな。あのお方はできる。そうやね、あのお方はできないけどあのお方はできるよね。拙者さん、1600日おめ、ありがとうございます。コンコン。
僕連覇サランさん1600日おめありがとうございます。ちょっと漢字が不安だから調べよう。おパンチうなぎさんありがとうございます。いや違うよ、あの違うよ、さすがに3期生の名前とかじゃないよ。普通に漢字を書く習慣がなさすぎて簡単な漢字も出てこないんですよ。2024年の5月19日、はい、来ました。マックさん1600日おめありがとうございます。奇変はい、マギャルくん両方キーついとった。アキアンさん1600日おめありがとうございます。バケルくんありがとうございます。はい、似顔絵風キャラクターです。これはは似てますでしょ。適当な目と鼻と口しか描いてないのに似てるでしょこれかなり似てる。はい、ちゃんとアップでスクショ撮れるように。ありがとうございます。発言も似てる。そう、そうでしょ。はい、ありがとうございました。次は5番目、みきやくん。あと3人か。え、ウキリハ検定1級、それは違うんですよ。負けあり負けあり。休憩しよう。お腹空いたけん。これを食べます。食べり。休憩。カワラソバ美味しかったよね。美味しかった。私うどん派なんですけど、そばかうどんかって言われたら美味しかった。これ山口のお菓子らしい。三ツ矢トロアメゾン渡辺家から。これめっちゃ美味しかったよね。
余っとったけん持って帰った。なんかチーズの味するんやけど甘いみたいな。えい、めっちゃ美味しかった。そう、噂ではリコチが会場でそばを燃やした。そう、河原そば焼いた。甘くて美味しい。これそう差し入れ。パイみたいなやつだからさ、パサパサ落ちてくるタイプなんだよね。何重にもなってるパイ。1600日おめでとう、ありがとうございます。いい動画撮れました、よかったです。今日通路側だったもんね。通路側だったら撮れるよ。おいしい。チーズの味なんやけど上に砂糖がたくさん乗ってて甘いの。あれに似てるな、あれです、愛媛のパイ、うずしおパイ。うずしおパイの柔らかめのチーズの風味が加わったって感じ。うずしおパイ、そう、うずしおパイめっちゃ砂糖乗ってるんよ。うずしおパイです。リアル今日スマホで撮る方が楽しい。そう、お出迎えじゃないわ、お見送り、お見送られ、お見送られです。なんというお菓子、食べり三ツ矢トロアメゾンっていうところの、これめっちゃメンバー人気だった。シミサラもめっちゃ美味しいって食べてた。うん、つーくん1600日おめありがとうございます。よし、お礼の続き書こう。喋りながら清水が言うなら、そうね、清水と私の口に合うということはこれは高級お菓子ですね。4枚、そう4枚書いたからね、あと3枚いいペース。追加する。そうだよ、追加してみた。なんかツアーのエピソードじゃないけど、まあツアーの裏エピソード、裏じゃないけど、バス移動の話なんですけど、
バスで池田が靴を脱ぐんですよ。そう。バスで。帰りのバスで。なんこれ。そう。帰りのバスでね、池田がね、毎回靴を脱ぐんですけど、それで足が臭くないか私に匂わしてくるんですよ。今のところ2階に寄ったんですけど、どこの帰りやったっけな、今日と、あの今日の帰りと、まあ席が近かったら匂わしてくるんですけど、愛媛の帰りかな、愛媛じゃないか、香川か、そう。でも香川の日がめっちゃいい匂いしたんですよ。だからそう、いい匂いしたって言ったら広めといてって言われたから、そう広めてあげた。イケラの足の裏いい匂いする、めっちゃいい匂いしたんですよ1日目。違う、匂わせてくる、今日は匂わせてきた、ちょっと匂ってって、でも今日は臭い自信があるからって言いながら、でも匂わせてきたから、でも今日は絶対臭いって言いながら、そう足の裏です。でも臭いけんちょっと香水振っとこうって言って、そう香水をかけてもらいに匂わせてきたよね。匂ってほしいんかな、今思ったら。今日は絶対臭いから香水振るねって、私が匂うから香水、私のために香水振ってくれたんですけど、足の裏に、足の裏に香水を振ってまで匂われたいのかっていうね。今日はだからその香水混じりのほんのり臭いみたいな感じだったけど、1日目めっちゃいい匂いだったんですよ、マジで天然な、マジで何があったってぐらいいい匂いだった。そうそう、臭いんだったら嗅がすだけはいいのに、香水かけるって言って香水かけて足の裏に嗅がせてくれた、くれたっていうかも、私は別に、そう1600日、でも1日目めっちゃいい匂いしたんよ本当に。ツアー中に2回に酔ってるって結構よね。あと何回に酔えるかな。1600日に見たわ。そう、吉田チルドレンがもううるさいんですよマジで。いや2人じゃない、あの周りに吉田沙羅とかもたくさんいるところで、でも私だけしか匂ってないんですよ。私は池田の足の匂いが臭いか臭くないかの判断する人なんですよ。そう、足臭チェックの、そう判断する人。でもマジでいい匂いした、足の裏いい匂いする人いるんだって、それで感動したもん。不意に匂ったのに、1日目は不意に靴脱ぐねって言われて、そう反転、字が汚くなってきた。河原そば運んだのゆきりかですよねって、そうそうそうなんです。あれはなんかあの舞台袖でスタッフさんたちがなんかざわざわしててみたいな、見えてたかな、上手だったら。そう、なんかめっちゃざわざわしてるのが目に入って、えみたいな、
でも誰も気づいてなくて、自分しか気づいてなかったんですよ。だから、え？みたいな。河原そばは持っててそう。スタッフさんたちが。なんかアピールしてきてて、そう。でも、リコチも誰も気づいてないし、そう。え？私？みたいな。で、取りに行ったんですけど。っていうね。なんか、ざわざわしてたから、見てたら、河原そばはリコチに渡したかったっぽくて、そう。あ、持ってく担当とかは決まってない。そう。あれは台本にないです。ね、そばを持って写真撮るとかもなかったから、もともと。ね、できたの、盛り付けできたよってできたけん、リコチに渡したかったんじゃないかな。そう。めっちゃもう4人ぐらいがアピールしてきてたんですよ、舞台それでマジで。なのに誰も気づかないから、ちょっと遠いんですけど、とか思いながら撮りに行って、そう。渡した。リコチに渡せばいいんですか？そう、結構遠かったんですよね。でも近くの人誰も気づいてないから、まあ行きました。悩んだけどね、一回無視しようかなってでも誰も気づいてないから本当にちょっと行ってきた。見てました一部始終見てた人いるんかな。一回見てリコチ呼んでるんだなと思ってこうやって一回スルーして、でもそれでも呼んでるから私みたいな感じになって、そう、そういうやり取りをしてた。レモン乗ってた。今日小豆島なし。小豆島行ってないです。ノーショードシマリーンズ。お箸のところを見てました。ずっと見てるやん。さすがですね。私しか見てない。私しか見てなかったら、もう一部始終分かってるよね。そう、お箸はね、リコチが受け取れなかったから、私が持ってたけど、どうしようって思って。そう。でも食べちゃダメだから。セッシュさん1600日おめありがとうございます。最近皆さん小豆島へ行こう歌ってる。マジ？イヤホンして歌っとん？あ、オリーブレモンのところかな。あ、そう、箸はね、結局山口メンバーにあげようってことになって、前に回そうとして、そう、パセリが回してくれるかどうか、なんかよくわからんかったけど、そう、結局なっちゃんに渡したけど、なっちゃんにって言ったけど、
オリーブレモンの半券。そう、オリーブレモンはまたあったらするけど、今日はなかった。次は徳島、岡山があとあるけど、どっかであるかもね。はい、みきやくん、タワーありがとうございました。オリーブレモン、両方ありそう。岡山もさ、小豆島近いもんね。ありがとうございます。はい、次が5番書いたか、6番か。じゃあ服部さんは緑にしようと。でも昨日の映像を見たら、オリーブレモンのところのカメラワークがすごすぎた。オーリーブレモンでちゃんと切り替わってた。ミドスケの色？確かに違うよ。霧の森大福の歯の色ですよ。鳥さん、何がミドスケですってね。みんな緑ならそういうもんかと思いますって言ってたから、今日のコメントより霧の森大福の緑です。オーリーブレモン、しゃあない、ミドスケ書いてあげよう。ミドスケ、こんばんは。ミドスケ、口開いとる方がいいですか、閉じとる方がいいですか。霧の森大福知ってる？そう、美味しいでしょ。閉じ、え、開いてるのもあるよ、調べたら。分かった、閉じですね。開いてる派か閉じてる派か。モップさん、1600日おめ、ありがとうございます。なうね、あともうちょっと。まあ2曲ぐらい歌えたらいいや。わあ、足太くなった。カイトさん、タワーありがとうございます。嬉しい、タワーくれるんだ。
何歌おうかな。小豆島歌いたいけどアカペラになるもんな。何歌おうかな。ちょん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 。記念日っぽいやつ何がある。ちょっと急ぎ目で書こうと。春夏秋冬とかね、カラオケに入ってないんだよね。ツアーで担当して気に入ってる。小豆島です。今日はでもシンドバッドとかだからな、入ってないんだよね。自然と歌、夏好きしかないけど、うん、好き。追いかけました。はい、かけました。はい。服部さん、ありがとうございました。歌詞に歯が出てくるからちょうどいい。確かに。こちらがミドスケです。はい、ミドスケアップバージョン。はい。以上です。あと2人。似てる。そうだよ、見ながら書いたからね。初見です。こんばんは。似顔絵かなーって。
似顔絵かな。似顔絵か。で、似顔絵風イラストね。簡単な、適当な、パッと描けるやつね。どんなんやったかな。あ、輪郭もっと丸くすればよかった。ミスった。ちょっと嫉妬してしまった。まいっか。ミスったな。輪郭大事なのに適当に描いてしまった。背中がば開いてる服はいつ汚いの私。ほいほい。そう、実物はシュッとしてるからね。ふくらご飯輪郭ちょっと適当に、適当っていうか普通の似顔絵やと思ってシュッとしてしまった。まあいいや。輪郭って大事なんよね、似顔絵を描く上で。まあいいか。ビューティフォてか、ふくらご飯さんも単押しだよね、今思った。ね、あんまり自分から言わんけんさ。はい、ふくらご飯さんありがとうございます。え、単押してないの知らないけど。他似顔絵はもうちょっとうまくいけそうだけど、輪郭ちょっと間違えたので、もうちょっと横長にすれば。ありがとうございます。はい、次、ラストがカイトさん。カイト、カメ似てる、そこ。さんは何が好きなんだろうね。
イトさんと物件時間配分ちょうどよ。何歌おうかな。夏好き？2024年5月19カイトさんありがとうございました。タワーいるかな。まだありがとうございます。そうパッと書いたアバター、おりますか。ありがとうございます。そして春夢さんもタワーありがとうございます。春夢さん、春夢さん、春夢さん、子が言ったかな。タワー投げ逃げすることある？ポリポリ。アンドリームさん、今度カラオケ配信するから夏好きはその時にしようかな。もうちょい違う歌にしようかな。カラオケ配信日曜だったっけ。すぐ あるかな。今日は締めの一曲にしようかな。こんばんは。今度逃げています。逃げないです。5月19日、今日歌えるけど1600日。ございました。投げ逃げ。
はい、書きました。ありがとうございます。春夢さん、春夢さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はるゆめさんがいつもかぶってる帽子、ありがとうございました。おめでとう、ありがとうございます。アイアのイラスト、そう、あの帽子は何なの？なんかちょっと欲しい。まあでも自分ではかぶれんか、さすがに。自己紹介なの。よし、じゃあカラオケにします。何歌おう。僕らのユリイカにしようかな、記念日だし。で、時間があったら夏好き途中までとかにしよう。お、タウン情報、危ない。自分も欲しいね。あれどこで買ったんだろう、帽子。作ったんかな。僕らの記念日っぽいのでこれにします。そう、締め切り。
ったりミラーボール。一曲だな今日は。また歌はカラオケ配信で。ミラーボールありがとうございます。服部さん、大阪さん、うどむさん、やするぱんさん、こじこじさん、おしめんななみんさん、ありがとうございます。はい、せやねって。やばい、あと1分。男女読みます。13位、なんて読むんだろう、ザッファさん。12位おしめんななみんさん。11位大阪さん。10位こじこじさん。9位はるゆめさん。8位ふっくらごはんさん。7位かいとさん。6位はっとりさん。5位たけるくん。4位みきやくん。3位やするぱんさん。2位たいぴーえんさん。1位うどむさん、ありがとうございました。おやすみの投げほっぺ。そう、1600日でした。ありがとうございました。記念日、山口もありがとうございました。ではまた明日。次の記念日は1700。おやすみなさーい。